皆さんこんばんは。ネクストファームがお届けしています。10月最終週早わかり農業ニュース週刊アクセスランキング、日本農業新聞さんの記事の抜粋からお伝えします。では第5位、第5位は、先週の1位ですね、農家の必需品ともいえる軽トラ、自らのアイデアで活用の幅を広げている農家を紹介します。もみ殻コンテナ、シートごと滑らせ、散布、積み下ろし作業各10分とのことです。続きまして第4位、受粉機も採取機も足りない、中国産花粉菌油、梨産地から注文殺到。梨を受粉に使う中国産花粉の輸入停止を受け、産地から花粉生産用の受粉時の苗木や花粉採取に使う機械への注文が殺到しています。農水省は産地内で花粉や機械を融通し合うことを呼びかけています。続きまして第3位、軽トラフル活用、荷台に屋根設置、電動式で上げ下げ10秒。こちらは同名の記事の動画となり、テキストによる記事が1位のため、そちらで内容紹介させていただきます。それでは第2位、流状肥料で2台差費、田植え機に機械取り付け、水筒で国内初。農機開発を手掛けるベンチャー企業 KDBI などが通常の流状肥料で2台差費に取り組める国内初の製品を開発しました。田植え機に取り付けて使うタイプで2026年にも発売するとのことです。それではいよいよ第1位、軽トラフル活用、2台に屋根設置、電動式で上げ下げ10秒。兵庫県宍粟市で米1ヘクタールや山芋の自然薯 10R を栽培する福田さんは、軽トラックの荷台につける屋根を自作しました。スイッチ1つで10秒で昇降し、取り外しも簡単で安定性も良いとのことです。はい、それではここでネクストファームからのお知らせです。ネクストファームではスマート農業ハウス賃貸募集ということで、このスマート農業ができるハウスを借りてくれる方を募集しています。ハウスの規模なんですが、1棟あたり幅9メーター、長さ54メーター、高さ5メーターとなっていて、総面積約495平方メートル、150坪のハウスとなっています。特徴としては大雪体感仕様で ICT システム導入、自動設備制御を行えるということと、冠水制御システムによって自動冠水が行えるというところが特徴になっています。外側の設備の例としては、こちらの絵にあります通り、換気扇や転送、外部上下側送というのが自動で開閉するのに加えまして、内側については遮光カーテンですとか保温カーテンがついていて自動で開閉を行います。今後ろで閉じようとしているのは遮光カーテンですね。夏の暑い日にはこういったものが閉じて、暑さを防ぐということができるという仕組みになっています。このハウスなんですけれども、今なら格安ということで、なんと1棟あたりですね、月額5万円でお貸しします。土地代、建物、システム保守料、電気代、水道代全部込みになっています。入っていないものとしては暖房燃料ですね、灯油代のみ実費精算となりますので、灯油代を使わなければ、この5万円だけでできるというところになっています。ぜひ、お声掛けのほどよろしくお願いします。またこのハウスの活用方法なんですが、新規事業の負担軽減ということで、新規収納の際に設備費用をかけずにですね、まずは賃貸で農業をやってみるということだったり、異業種の参入だったり、そういったところで活用できるものとなっています。他にも農業以外としまして、全店舗型のアウトレジャー施設として内部に遊具を設置しての運営でしたり、室内ドッグラン設備のようなものを入れてですね、ペットと過ごす新しいレジャー空間の提供ですとか、または雨風をしのぐ資材置き場といったものですとか、そういったものにも使えます。いろんな使い方ができますので、ぜひこれを機会に借りてみてはいかがでしょうか。問い合わせ先等は、こちらの下に書いてあります。メールか電話にお願いします。それではここまでご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。